再生可能エネルギーの比率を50%以上に高めた場合電力コストが今の2倍以上になる可能性があるとする試算が明らかになりました国は2050年の温室効果ガス排出実質ゼロを目指しています昨日の有識者会議では2050年のエネルギーコストなどに関する試算が示されましたそれによりますと電源構成について 再生可能エネルギーを54%、原子力を10%などと仮定した場合、電力を生み出すコストは今の2倍以上になるということです。また、再生可能エネルギーを100%にした場合、蓄電池や送電線の増強費がかかり4倍以上になるとしています。